オルミイエコは、イランの北西にある塩湖。イラン最大の湖で、面積はおよそ5960キロ平方メートルで、ある。ただし2000年代以降、水底下が著しく進行しており、実際の面積も、減少傾向にある。ウルミア湖、ウルミエコとも言う。以前は、中東では、カスピ海に次ぐ巨大な塩湖で、最も深いところは深さ16メートル。 湖の中にはいくつかの島があり、渡り鳥の休憩地となっていた。国立公園に指定されている。流入する河川でのダム整備の影響で20年前から水位の低下が目立ち、現在では湖の半分が干上がって固定が露出。乾燥して塩分が堆積し、周辺農地の塩害や大気汚染による健康被害が懸念される事態となっている。 西岸のオレウミーへと東岸のタブリーズとの間にはフェリーが運行されてきたが、古岸線の交代に伴い船着き場を移動させ、新たな船着き場までは道路を建設することで航路は維持されていた。しかし、湖の縮小には歯止めがかからず2008年9月に航路の停止が発表されている。戦争などの影響で長く保護活動が行われていなかったが、 2013年に保護活動が進められるようになった。育てるのに水を多く使用しない作物の症例や、蒸発の少ない夜に水をまくなどの節水の指導が行われ、水使用量を30%減らしながら、生産量が50%増加する結果も得られた。また、カニシブダムから水を移送するトンネルも作られた。AB、デジタル大事線の解説。こトバンク。 2018年2月4日閲覧。巨大湖が消える温暖化と過剰な取水で滑水が加速。日経スタイル。2020年6月1日閲覧。イラン、世界有数の塩湖、消滅の危機2011年9月8日閲覧。ウルミエ湖、急激な水位低下で船舶運航停止2011年9月8日、閲覧。ザリターンオブ、A1 ス、ダイイングレイクブビシ。 ありがとうございます。